はい、こんにちは、ハッピーです。ご視聴ありがとうございます。今回の動画は騎士竜シリーズ 08&09 のデラックスシャインラプター&シャドウラプターセットいきたいと思います。はい、2体の騎士竜がねワンボックスに入ってて、シャイン、シャドウ、まあ21話22話でね初登場したんですけども、付属のね竜ソウルがコスモソウルで、コスモソウルで恐竜装した姿のゴールドとレッドで、側面が竜ソウルで、反対側がね福井恐竜博物館。これね、恐竜じゃん時もそうだったんですけどね、一度行ってみたいんですよね。で、福井ラプトルって書いてあるね、説明が。で、パッケージの裏、はい、まあ、このね、シャインとシャドウ2体が1体のコスモラプターに合体して、さらに、まあ、騎士竜ネプチューンと騎士竜王に合体します。まあ、騎士竜王に合体するってことは騎士竜人にも行けるということでね、ちょっとやっていきたいと思います。はい、それではオープン。はい、インナーです。で、竜ソウル、コスモソウル、まあ、これね、劇中だと、まあ、シャイン、シャドウ2体合体した時に出てきましたよね。わー、ロボの顔だ、目が光ってる状態なのかな。でね、番号が B-058 で、この形状で、これがね、ソウルモードで、ナイトモード、あ、真っ黒かと思いきや細かなラメが入ってるね、すごい綺麗。コスモだけにちゃんとあの惑星があって周りに輪っかがある。あ、武器もそういう形、天体なんだね。天体と星座をイメージしてるのかな。やっぱこれかっこいいな。で、騎士竜、これがこの状態で入ってんだね、くっついた状態。まず分離しましょうか。で、こっち、これもね、くっついた状態が入ってる。はい、あ、4つのパーツがくっついて1つになってるんだね。じゃあこれね、ちょっとバラしましょう。で、で、竜装チェンジャー、はい、それではね、シャインラプター、シャドウラプター、まずはね、合体させていきます。はい、シャインラプターとシャドウラプター。もともと宇宙の、ね、エネルギーで作られた騎士竜みたい で、過去ドレイドンが、ね、宇宙へ連れ去ったっていう経緯があるみたいです。ちなみにシャドウの方はまだ分かんないんですけど、まあ、シャインの方はなんか気まぐれっ子みたいですね。で、光と闇、宇宙モチーフだけに、この何太もものところ、側面なんか星をイメージしてます、惑星で。シャインの方同じです。この外側だけね、あの紫色でペイントされてるのは合体した時に目立つため、うん、これも反映されるんでしょう。てなわけで2体合体いきましょう。はい、まずシャインの方なんですけど、このね右足を取り外して、今度はねこの外した右足をこのジョイントを使って左足に合体、こういう形状です。はい、続いてシャドウは左足を取り外して、外した左足、今度はね右足の側面に合体で、2体のラプターを合体させて、
ここの角のジョイントも止める。でこの状態で角を閉じる。これで完成、コスモラプター。はい、コスモラプター完成したんですけど、これあれですよね、あの劇場版で仮面ライダーダブルが初めて登場した時みたい、黒い騎士竜、白い騎士竜みたいなそんな感じで、正面から見るとちょっと顔とかなんかいびつな形してるけどね、全体的になんかね、まあ、倍の太さになったから厚みがあってボリュームのある騎士竜かなと、まあ、こういう板状のパーツが今 1,2,3,4,5,6,6 枚構成されてるんで、かなり太くなってます。こういう表現の仕方もあるんだなっていうのは思います。でこの状態でね、角展開しても、まあ、顔にはなるね。はい、それではね、まず最初に21話で登場した騎竜ネプチューンのシャドーラプターの合体いきたいと思います。騎竜ネプチューンシャドーラプター、俺たちに会ったことを後悔しろって言ってましたね。で頭部もこれ取ります。で一応ね、社員の方もバラします。はい、バラした足はね、このように合体、なんか手裏剣みたいで、左腕に合体で、尻尾、銃型の武器として左腕に持たせる。でこの頭パーツ、これは胸に。で頭部、別売りの暗闇ソール。はい、物のついでにね、騎士竜王もシャドーラプターいきたいと思います。まあ、騎士竜の方はね、あの社員なんですけど、一応シャドーバージョンもやってみたいと思います。はい、同じパターンでね、合体すると、一旦キャノンを取り外して、キャノンのところにシャドーの足をセットして、その上にキャノンで武器で竜ソウルセット。騎士竜王の方は本来ね、社員だと思うんですけど、まあ、せっかくなので同時にね、シャドウやってみました。まあ、光と闇がね、入れ替わって、まあ、こっちが劇中でシャドウ、こっちが社員とかあるのかな、まあ、ちょっとわかんないですけど。はい、では続いてね、社員ラプターで合体してみたいと思います。で、まあ足なんだけど、まあ、同じようにこの手裏剣っぽくこういった合体で使います。で社員ラプターの場合は肩のドリル、ジョイントを正面に向けて、それにシャインラプターの頭部をセット。で、両腕キャノンを取り外して、横、まあ、ここに、シャインの足を合体。で、尻尾パーツ、これがね、剣になるので持たせて、輝きソールをセット。はい、続いて騎士竜ネプチューンもシャインラプターバージョンにしていきます。でシャドウの武装は外す。そして剣で輝き。はい、騎士竜王とネプチューンのシャイン光属性の合体ロボ。はい、本来はね、こういう組み合わせみたいです。ネプチューンのシャドーラプターと騎士竜王のシャインラプター。やっぱこっちね、闇だけあってちょっと悪そうで、こっちはなんか聖なるって感じ、なんかセイントカイザーとかと並べてもなんか意外と合いそう。はい、それではね、光と闇のコスモラプターに合体していきたいと思います。右手にシャインなので、左腕にね、シャドウ、そして武器で、左肩ドリルにはシャドウの頭部、そしてコスモソール。
続いてネプチューンもコスモラプターにしていきます。はい、ネプチューンのコスモラプターとキシリュウオウのコスモラプターです。まあ光と闇がねそれぞれ合体したらこういう姿になります。まあこのねコスモソードの頭部は共通なんだけど、まあ見た目が、まあ、左腕が闇で右手が光ってそういう装備は一緒なんだけどね、あとはその各ラプターの頭部、キシリュウオウだったらシャインシャドウで、ネプチューンだったら足にシャインそしてシャドウ、皆さんどっちが好みでしょうか。まあそんなわけで、まあ社員だったら輝きソウルで、シャドウだったら暗闇ソウルなんだけど、まあこれ本当ね、なんで分けたのかがねちょっと分かんない。でコスモラプターにした際は、まあ、このねコスモソウルなんだけど、そう社員ラプターシャドウラプターに輝きと暗闇混ぜてもよかったね。やっぱ単価の問題なのかな。結局のところね、そのキシリュウオウとかネプチューンに、まあ、シャインシャドウを合体させるときに、まあ、これが必要になってくるんで、これがないと頭違うやんって話になってしまうんで、まあ、そこだけがちょっと謎かな。これだけあってもね、まあソールだけだったらそうか、頭部を気軽に変えて遊べるっていう特典が、特典というか利点があるのかね。シャドウの頭だったりシャインの頭、そしてねこちら、まあ、シャインシャドウでコスモ、まあ、一気にね、まあ、今回3種類の頭部が増えたんですけど、まあ、どれも特徴的でかっこいいんだけどな、やっぱ個人的にはこれかな、シャイン、この頭部がすごい好き。あ、でもこっちも捨てがたいなはい、まあ、皆さんはどの頭部がいいでしょうか。はい、そんなわけでね、今回の動画はシャインラプターシャドウラプターからのコスモラプター、そしてキシリュウオウとネプチューンの合体でした。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございました。